手がありました。いいパス見ていた。ナイスアシスト、町田、篠崎、そして田中。ナイスプレーでしたね。そうですね、しっかりとディフェンスでつないで、ここからこのランニングプレーですよ。富士通のこうプレーが出てきましたね。そしてファールももらっています。さあ、お声に変わりまして、富士通は藤本が入ってきました。マシックのベースローが富士通に与えられます。